フランクリン・シェー・ウィガム・ジュニアは、アメリカ合衆国の俳優である。HBO のテレビドラマ、ボードウォーク・エンパイア欲望の街への出演で知られる。フロリダ州タラハシーで弁護士の父と師匠の母の間に、生まれる。5歳の時にレイク・メリーに移る。テキサス州のタイラー短期大学で学んだ後、購入のニューヨーク州立大学で演技を学んだ。卒業後は、 大学時代のルームメイトと共に劇団を立ち上げ、3年間はそこで俳優や美術監督を務めていた。1997年でゴーストストーリーズでテレビデビューを果たす。2000年にはコリン・ファレル主演のタイガーランドで映画デビューする。2010年からはスティーブ・ブシェミ主演マーティン・スコセス制作葬式による HBO のテレビドラマ ボードウォークエンパイア欲望の街で主要キャラクターの一人であるイーライ・トンプソンを演じている。2017年にはキングコング、ドクロ島の巨神やネットフリックスで配信されるアダム・ウィンガード監督のデスノートなど話題作に出演する。ありがとうございます。